はい、ガットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車で放置上編をやっていきたいと思います。ハイクラブをやってないの？全然今日は八千代頭からやろうと思ってですね。で、これ夜しか選択できないですよね。わ、寒い、ちょっと寒いの、ちょっと寒いか、こりゃ。発車します。はい、発車します。扇風機を消してですね、やっていこうかなと思うんですけど、プレイ時間、運転時間約40分ですね。出現ポイントは4500点。はい、危険物は持ち込まないでください。はい、この電車は函館駅前、はい、松風町、五稜郭公園前経由、駒場車庫前行きです。はい。湯の川まで参りませんので、ご注意ください。はい。じゃあ発車します。雪降ってんだよね。この電車は函館駅前です。なんであんな木が光ってるんですかね。クリスマスツリーのように光ってますね。スピード出さなくていいんだよ。上り坂なんですね。はい、青柳町ですね。ベイスターズに青柳っていう選手いましたけどね。いやーな、でものあるわけないでしょうって、ね、そんなことを言われてもそう、結局愛なんてないなら今夜はピタ影仏よってね。確かそんな登場曲使ってたけど、ね、ピタ影って登場曲使ってた。お、信号、信号を過ぎるともうすぐ停留所だからね。あれ、ちょっとじ大丈夫か、時間間に合うかな、大丈夫か。で、信号過ぎたらもう停留所なんですよね。あ、やばいな、これまた信号無視しちゃうじゃん。で、大丈夫。まあ、このバスも走ってるね。バスも走ってるしさ、路面電車も走ってるから、そんなに便は悪くないよね。3、2、OK。はい。次、蓬莱町、蓬莱町。はい、出発進行。そうだ、視点理解するの忘れてたんだよね。車内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑となりますので、はい、ご遠慮ください。あ、ブレーキ圧力 2.0 でもそんなに非常ブレーキかかんないからね、遊びやすいっちゃ遊びやすい。で、信号があと2つある。で、セクションがある。スピード出しすぎだよ。ちょっとスピード出しすぎました。で、もう一個信号があると。まあ、これはちょっと止まった方が良さそうですね。まあ、時間もたっぷりあるから止まった方がいいんですけどね。もうトラックも走ってますね。はい、こういう感じで。で、セクションがありますね。それでゆっくり行って OK、 セクション通過 OK。 ちょっと早いんだよね。でも時間持ってんだよ、まあまあ。これでもゆっくり行って、まあこの辺で
大丈夫でしょう。こうやってこうやって198765432 OK。 DC1 ボーナス。次は10時がいい、10時がいい。はい、お待たせいたしました。発車いたします。今んとこ減点なしでやってますけどね。ロープウェイ乗り場。20キロが目安だって。ああ、これやってもらった方がいいですね。はい、10キロ。あと2分もありますね。ロープウェイ乗り場。ああ、横浜もそういえばロープウェイ開通したんですよね。ロープウェイ今走ってる。結構乗るだけ1000円ぐらいかかんないね、確か。高いね。まあ、ロープウェイってそんな、まあ、景色、夜、夜景だとか見るんだったらいいかもしれないですけどね。で、信号、で、次、信号停止線がある。信号操作しなきゃいけないんだ、次。これで止まれば OK。 あ、もう OK だ。時間まだあるな、結構。行った方がいいのかな。はい、曲がります、ご注意ください。お、電車が止まってますね。まあ、ここでちょっと止まって時間調整するしかないですね。なんか、こんなところ、中途半端なところに止まってると、かえって交通妨害。なんか、交通妨害っぽく感じるけど。まあ、この辺で、10キロ出しましょうか。まあ、こう。198765432。ああ、でもグッドはいかないんだね、あれで。はい、18ポイント117ページ決定。次はどこですか。魚市場通り。わあ、信号5つもあるよ。はい、お待たせいたしました。出発進行です。警笛はこういう警笛です。はい、整理券を折り曲げないでください。まあ、整理券を見て折り曲げ、ああ、まあ折り曲げちゃうか。子供とかはね、よくやるけどね。はい、行きまーす。うん。セクション。危ね。ああ、よかった。で、信号が、何箇所、あと3箇所ある。もうスピード出しすぎてもあれだしな。ああ、これは、あ、これ行っちゃうか。わかんないね。OK。信号がね、多すぎる。76。OK。出発進行。もう停留所だよね。
もう2回言いましたけどね、牛じゃないんですからね。でもこの北海道路線じゃな、誰も喜ばない、ね、カイジヘンリーさんも喜ばないだろうし、黒帽子の映像道場さんもね、喜ばないか。まあでも電車詳しいからね、函館だったら喜ぶかも。カイジヘンリーさんもね、黒帽子の映像道場さんも電車詳しいですからね、函館でも分かる、分かんでしょうけど、全然分かんないからね、函館って行ったことないからね。はい、市役所前。ファンケル出すの？これぐらいでちょうどいい。マジか、これ注意停止だ。まあゆっくり行って、あんまり時間ない気がするんだけど、でセクションがあって、これで OK。 まあこういう感じだよね。でちょっとスピード落として、7654321OK。 ぴったしでもない、2秒くらい、23ポイント次はどこですか？函館駅前。さあ、はるばる北函館ですね。あ、はるばる北で函館って。ああ、まだ新町か。パトカーみたいな車かと思ったら普通の車だった。雪道自転車で走るの危ないんだけどね。はい、お待たせいたしました。出発進行。また信号見、信号たくさんだよな。はい、お知らせください。ああダメだ、ここは止まる。また騒がしくなりました。なんか繁華街をイメージしてるのかね。マジか、セクシャーだ。どこでセクションがあるのか分かんない。あー、そこか。 OK。信号を越えてすぐなんで、早く通過しなきゃっていうのもおかしな話になった。時間ねえのかな、ちょっと9、あ、これ帝国ボーナス取れないんでね。4、3、取れた、ギリギリだ。もうこの時点で遅れてるからダメだよ。次松風町、ちょっと
ここで止まると。はい、出発進行。あとボスも知ってるし、次の信号のあとすぐセクションがあった、ね、信号操作が2回あるっていう。ああ、これ厳しいな。あ、これいけるね。でセクションがあると。とりあえず30キロで行って、危ねえ。で信号があるのか。とりあえず30キロぐらい出していいのかな。これで OK で停止で進行に乗るまで待つと。はい、 OK。 もう時間じゃね、なんか時間を余ってるような気が、さっきより時間に余裕がありそうある感じしますけどね。はい、50キロで行きまして、ちょっとスピード落として19876543。はい、 OK、 停止。と定時化に戻しました。いや、新川町、新川町、はい、出発進行。湯の川まで行きたいね。そういえば、あ、これはやめといた方がいいですね。ブレーキ 2.0 でもそんなに G メーターあれだもんね、行かないもん。あ、雪止んでるしね、何気に。何気に雪止んでるし、気づいたら雪が降ってないって。まあ、カイチヘンリーさんもね、言ってくれたんだけど、電車で行こうの雪道は、運転が難しいってね、そんなこと言って、そういうコメントいただいてですね。まあそうなんですよね。雪道難しいね、これ。本当にね、函館は難しいね。長いしね。で、警笛ボーナスもくれないからさ、結構難しいんだよね。ちょっとミスすると余裕がなくなっちゃう。5、4、3、2。お、あ、早かったか。早く着きすぎちゃって。見てなかった。そんな早く着いたの？はい、次、千歳町ですね。でも、やっとここまで来て。はい、お待たせいたしました。この電車は、浜松湖前です。動きますので、ご注意ください。次は、千歳町。はい、千歳町。千歳空港とは関係ないのかな、千歳町って。車内での携帯電話の使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。一回止まっとくか、ここで。これでちょっと、ここでちょっと止まっておくんですね。時間はあるか。
あるから。ちょっとスピード出しすぎな気がするけど、大丈夫か。とりあえず20キロにして、こんな感じにしといて。またさっきのおばあちゃんいたような気がするけど。これは大丈夫だね。帝国ボーナスもらえそうだね。オーバーランしなきゃだけど。3、2。はい、オッケー。30ポイント。次が昭和橋。はい、ありがとうございます。はい、お待たせいたしました。出発進行。これはいけるべ、いけるべ、やじろうべなんてね。こんなもんでいいと思うんだよね。ああ、次注意信号。よし、これで大丈夫だ。結構あれだね、下り坂になってんだ。もう停留所じゃん。ちょっと早いかな。じゃあゆっくり行こう。ゆっくり行くしかないんですね。これで、10キロで行ってもいいんだけど。次、堀川町大丈夫。これ35キロ、35キロから途中で進めばいいの。次信号あんだよね。これ大丈夫だ。早くねえか、つくの。もう停留所っぽいの見え。10秒早くついてるからね、そんな急いでもしょうがないんだけど。もうこんな、早いね。10キロ、10キロで行ってもいいんだ。はい、これで行きます。で、ちょっとスピード上げて、9854322OK。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次。ハートまだあるんで。結構あるよ。はい、お待たせいたしました。出発進行します。出発進行しますって表現もおかしい。発車しますで、ね、整理券を折り曲げないでください。また雪降ってる。最近見てるゲーム実況者さんでね、高ハム鉄道さんって人がいるんですけどね、その人すごいね。ライブ配信でさ、10時間やってんだよね。プロフェッショナル2。全路線走破するまでやめない耐久放送とかね。あれすごいよね。
そこまでやる元気は僕はないですけどね。まあ、結構それやってる人いるんですよね。仙台撮り鉄さんとかね、電車で GO でよくやってましたけど。いろいろやってるかさ、プロフェッショナル仕様もね、全路線星つくまでやめない、やめませんみたいな放送もやってます。あれ、累計で10時間ぐらいやってますからね。あ、やべ、セクションあったんだ。何キロ出せるかな。この辺でやめとくか。あれか。セクション OK。うわ、時間遅れてんな、めちゃ。やべ、血よがない。めっちゃ遅れてるわ。あ、やべ。あのブレーキ、これ遅れてるね。めっちゃ遅れる。やべえな。回復運転しなきゃいけない。回復運転もな。5、4、3、2。計29秒も遅れてるじゃん。35点。はい、次、中央病院前。お待たせしました。はい。横断歩道、よし、動きますのでご注意ください。次は、中央病院前。中央病院前。急いでるからって、あそこ4にしてもあんま意味ないんだよね、実は。はい、折り曲げないでください。両替。カード乗車券をお持ちの方は、早めにお願いいたします。まあ、この辺で。信号待ち。とりあえず10キロにして。まさか右折してくることってないね。大丈夫だと。やべ、通過だ。あー、オーバーランだ。通過しました。あー、そっか、そういうことか。オーバーランしましたね。そういうことね、すっかり忘れてた。そういえば、そんなのあったね。そういうことね。1メートルのオーバーランで住んでるけど、あれは1メートルっていうもんでもないよね。OK。 で、あれか、操作あります。1メートルのオーバーランじゃない、あれ何秒、50メートルぐらいオーバーランしてんやん。あり、カチッて言わない。はい、五稜郭公園。せっかくいいとこまでしたのにね。残念だ。ノーミスで言ってたけど、ダメだったね。はい、発車いたします。1分近くか。ここで、まあ、30メートルぐらいで止まればいい。4、2、
1OK で止まります。14、13、12、11、19、8。あ、これやべ。あ、再加速だ。スピード落としてきましたね。あれ、ダメなの。はい、OK。マイナス2点抵抗空攻防です。再加速圏次、杉並町、杉並町まで来たか。でもまあこのくらいかな。ディセクションがあるらしいんだけど、あれ？あ、ここで。マジか。で、OK。このスピードで走って、でも停留所か。停留所見えない。はい、9、5、4、3、2、OK。 7秒くらいか。はい、次、柏木町だいぶ近くまで来た。はい、お待たせいたしました。はい、柏木町、はい、折り曲げないでください。何キロ出せばいいのこれ。ああ、これは止まっておいた方がいいですね。あ、無理だ。環境に優しい路面電車か。まあこれでゆっくり行って柏木町、40キロぐらいかなって感じがしますね。まあスピード出しすぎてもあれだから、中央病院前だとか気をつけなきゃいけないんだね。今度から気をつけなきゃいけない。それはオーバーラインしたとこですよね。あそこは参りましたね。何回もやってて忘れちゃうんだよね。ずっと1週間連続とかでね、やってりゃ覚えてんだけどね。1ヶ月ぶりとかね、2週間ぶりとかだともう全然忘れちゃうから厳しいんで。停止位置フットってことはギリギリだったってこと。まあ30ポイント乗りましたね。
はい、次。なあ、これ注意信号だから。やっと深堀町まで行った。32ポイントもあるから大丈夫だと思うんだけどね。クリアできると思うんですけど。はい、信号よし。で、セクション。セクションがあって、次もう一個信号があるらしいよ。カード乗車券でお支払いの方は先にお知らせください。ああ、もう止まった方がいいね。ブレーキかけた方がいい。なんて言ったってね、あと1分10秒ありますからね。まあ、このまんま行きまして。はい、OK。この辺でちょっと早いか、やべ、早く着きすぎちゃって。19、まあ停止位置グッと取れたからいいか。警告運行ボーナス取れなかった。34点。次、競馬場前、まあ、信号待ちだって。はい、どうぞ。はい、どうぞ。感じのいい運転手です。おお、右折。信号と3つあんの。これは通過できそうだね。これは通過できそうなんで、信号がねちょっと分かんないんだよ。大丈夫、止まっておけば大丈夫。でもう一個信号があるはずなんだよね。あ、これはいけるかな。でも時間もあるな、やべ。ちょっと止まった方が良さそうですね。OK。じゃあちょっとしばらく止まりましょう。競馬場前。競馬場近くにあんだね、でも。はい。じゃあ発車いたします。まあ、こんな運転しても大丈夫なんでね。クリアはできるんで。3、2、1。お、停止位置グッドだ。37、40分って言ったらすごいよね。まあ、場所まで少々お待ちください。いやいや、ダイヤが厳しいって感じ。
じゃあ信号に捕まっちゃいけなかった。あ、失敗した。あ、セクション通過ミス、マイナス6だ。あ、じゃあ40点無理だ。もう40点無理です。で、信号操作、セクションの表示あったところで、そこでしたよね。難しいんで、どこが停止位置だか、10キロぐらい行った方がいいのかな。13、14、15、18、4、3、2、1、OK。 うわ、初ガミス。40点な、惜しかったな。次、駒場車庫。はい、発車いたします。信号停止線、あ、戻る、進行、入線完了停止だって。難しいんだね。あ、こういうイベントか、止まるのか、車庫に止まるってこと。処刑的鳴らしてみるか。扉開けるの。あ、これで全区間走破ですね。2回ミスしたか。はい、ありがとうございます。全区間走破です。何点でしょうね。こうミス2回したから、ね、まあ、4.5、ああ、5点、618年。はい、という感じでね、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。常務、お疲れ様でした。
電車で GO 旅情編。